秋も。秋もさんってやっぱ強いの？よくやった、対戦するでしょ。うん、どんな感じ？よく対戦するっていうほどでもないけど、あんましないんだ。なんか本田ではすごい強いって有名。そうだね、他の言うは本田の、本田で一番うまいのかな。やっぱ行くんですよ、ね。うん、確かにこれ流行ってるのかな、キャラクターを使うのかと思うからな。ね、もっと面白いこと言えよな。でもそんなに大きな有利でもないと思うでしょ。うん、でもあれ、100機パンチ始まっ、あの100機投げの羽が入ってから相当こんなにきついんじゃないの、多分。そうなの。うん、100機パンチと、あ、え、大き攻めで頭突きでいいんじゃないの、ダメなの。なんかそれ100機パンチで頭突き潰れるでしょ、多分。え、それはなくなったの、潰れないか。潰れない。あ、適当に言ったら今わかんない、なんかあんのかな、ちょっと知らないけど、大き攻めに関しては。うん、でもまあ結構嫌だと思うけど、なあ、飛び入っただけでも3割5ぐらいいったもんな、っていうのもあるし、ノーゲージでしかも今回の本があんまり飛び降り困んないから、そうだね、確かに、あれで EX 続きも抜けてたらまずかったよな、でパワー差もあるしね、うん、まあ、動きが有利なんだろうね、まあ、ちょいだろうね、やっぱスジブジャンプだから強いもんね、強い強い、うん、しかも返しづらいでしょ、そうそうそう、うん、リュウと違ってリュウもきついんじゃないの、やっぱり立ち上げ、リュウはね、うん、歩いて立ち上げきって、でもあの豪気も歩いて立ち上げ板がいけるんでしょ、変態板が、あ、そうなんだっていう風に聞いてるんだよね、いけないのかな、わかんないけど、出し方によって違うのかもしれない、そうだね、あんまり対戦したことないからわかんないね、もうやってないでしょ、とりあえず、うんうん、やったことないですか、本田は。やっぱいい勝負になるわな、これな、やり慣れてる分ね、秋物の方がね、うん、こんだけ EX ゲージあれば豪気いくらでもなると思うような気がするんだけどね、うん、そう、あ、やっぱいったな、これ適当な感じだったいや、もう EX ゲージだったら終わりでしょ、豪気とりあえずランク返せないじゃん、ね、EX ランクは受けるしかないから、相手はそこで投げとさ、シャーミチューパン抜いたでしょ、で、カウンター人で立ち上げで繋がるでしょ、うん、終わってるよ、マジ文句しか言ってないけど相手も辛いと思う、でもまあ、2択って言ってもこのゲームグラップ強いからさ、あ、そんな純粋な2択じゃないけどね、確かにね、なんか飛びミスったね、あれ、家庭用だからミスったとかあるのかな、いや、それは関係ないと思う、今ミスったないか、うわっとやりすぎたね、今の波動拳は合計で出すべき波動拳じゃないね、あれはそうですか、いや、わかんないけど適当言ってきた、結果までしか喋ってないから、俺はなんか垂直ばっかだったから、あ、からもう打ちたくなっちゃったんじゃない、確かに垂直ジャンプ うざくなったから、多分いい加減しろ的な、そしたら前ジャンプしてたみたいな、あれ時代ね、あれ長い、まあ、ゲージガールしかしそうだよね、削るやん、結構削るね、打っちゃうともうノーマルザンク打つ意味ないと思うんだよ ね、とりあえず EX で1回ゲージ使って、うん、でも合計新木札、その古い新木札、うん、使うべき、まあ残り体力3割だったら使うべきだけどね、あ、使っていくべきなんだって、狙える状況があったら使ってもいいと思うけどね、うん、見てから解けないわけだし、そうだね、まあ羽みたいなもんでしょうか、うん、要するに、ただまあ桃地のスタイルじゃないよね、ああ、はいはい、うん、うわ立ち回りで勝ちたいみたいな、おお、すげえな、やっぱ悪魔立ち回りで勝ちたいけど、今のはでも大勝利やるぐらい弱小流シャクネスから沖縄狙った方が良かったよね、大勝利、さっき大勝利で体育狙ったじゃん、あ、で大勝利落としたけど、あ、弱小流整備シャクネスやって沖縄狙った方がね、いかんあったね、ゲージも3つ4つ3つ4つだったし、大会だしちょっとちょっと緊張したのかな、うん、緊張っていうか、まあそうだ、それで体育が精一杯だったのかな、それ、うん、
ん、分かんないっていうのもあると思うんだよね。あ、はいはい、やっててさ、うん、あでもこいつはミスってんね、号機使い。さっき時々ミスってたね、竜巻から。なんかあんのかな。いや、ないと思うよ、ね、全然映像でもなかったから。だよね。あ、いいよ、そういう意見ですよ、うん、いいよ。ただミスってんね、号機使いがすごい下がってくるから、どんどんいいよいいよ。生きるしかないもんな、こうなったら。あ、でも豪輝のさ、じゃあ、うん、女が前歩いたら前ジャンプしろって俺さ、孫に言われたんだけどさ、うん、それやっぱ正解なの。いや、それをさせないためにああやって、多分何度も、はいはいはい、垂直ジャンプしてる、置いてるんだろうね。こういうの置いたりとか、はいはい。でもしゃがみっぱってわけにいかないから、ね、飛び道具持ってる相手に対して。あ、そういうことか。前に出たいんだけど、うん、これはさすがに、そういう、うん、飛びが怖いっていうので、はいはいはい、それでああいうふうに何度も散らしてるんだと思う。さすがにね、これ空き門をためられるとまずいよね。僕だって4割ぐらい減るしね、スパコン。しかも当てやすいじゃん、今回の。そうだね、当てやすいね、スパコンは。まあ、ちょっと今までがちょっと当てづらすぎるから、伝統的に。これぐらいでいいと思うけどね。あ、本当だ、返せた。でしょ、あれ結構強いらしい。展開でさすがに、もう違う負けることはないと思うけど。だよね、とりあえず EX 早く打ってよな、あいつ。なんで打たねえんだよ、狙ってんのか、国殺。いや、それはないだろ。ちょっと、起きてない。ああ、さすがにね。さっきもこれやれよな。ちょっと落ち着いてきたじゃん。落ち着いてきた、あ、そう、緊張してない。あ、1試合目か、まだ。あ、ほらほらほら、すごい澄ました顔。あれね、梅原意識してるらしい。それ見たら続けてるから、意識してるらしい。そんなところ意識してるんだ。まあ、俺は決めつけなんだけど。ああ全然違ったら悲しいじゃん。まあいいじゃん、もう面白い。そらすっていうか、だって別に真面目にやったらみんなあんな感じになるでしょ。だってまあそうだね、あの朝方の俺でも結構真剣な顔になるからな、ね、うん、あそこもミスだな、今なんか入りそうだと思うね。ダブルアップ狙ったのかな。いや、ああいうなんかその、あ、美味しい。あー、肝切れた今のは。これはもったいない、肝さん。あ、すかしい。やっと竜巻ミス。ダイヤシも出ない。ぐだぐだ。まあ、これも罪だね、でもこれね。そうだね、これはもう終わりだね。確実に罪だね。なんで生じゃないのに、そんな盛り上がってるの。確かに。オツガーデンってちょっと空気的になんか身内乗りみたいな部分がちょっとあったから、うん、モチみたいにああいうちょっと真面目にやってるのが分かる人はいた方がいいよね、うん、ああ確かに、うん、あのふざけてるっていうかね、ふざけてるわけじゃないじゃん、うん、みんな違うね、真面目にやってるけど、わきあいあいとって感じですね。そうそう、ちょっとそういうちゃんとガチっぽい人もいた方がいいかな、外部の血がね、うん、入った方がいい。あいつもう打ちた、調子乗って開幕波動拳の打ったね、あいつ大丈夫か、ね、打つた開幕波動拳打ってたの、僕は格の違いを見せつけたじゃない。分かんないよ、おめえ飛べねえだろ。そうそうそう、いらないでしょ、この動きは。俺は打てるぞ、みたいな。あ、そういうことなのかな。あ、あるじゃん、そういう相手からしたら、こいつバカなのかって、まあ確かに迷うところではあるけど、でもまあ、短いスパンの勝負だからね、結構そういうのって有効だったりするからね。あ、確かにね、迷ってたよね、確かに、うん、慎重なイメージだったけど違うのかなとかさ。あ、だって初対戦でしょ、初対戦だね、多分ね、あり、ね、だと思うよ、そういうの。あ、そういうことか。ほうほう、じゃあ、モモシって意外とさ、綺麗なタイプっぽいじゃんね、うん、こいつマジ話すんだ、実は。あ、やってる、やってるじゃん、こいつ。あ、そうなんだ、やったね、やったけど減らんかったね、やっぱ。いや、もう罪だね、これ、罪だ、罪だ。十分だね、動きの基本性を考えたら、やっぱやったね、あいつ狙ってたんだ。てか見せたかったんじゃん、もしかしたら。ああ、なんか極殺ってさ、枠じゃん、なんか、うん、汚れえな、こういうとこ狙ってたかも、もうじゃあ。ってことね、はいはい、よくわかりました。